ヤブカラスティック。はい。また、ロング崎に来てますけどね。この T シャツの。そう。通るね。長崎、ね。長崎。いつもね、帰る日の午前中に撮るんで、うん、やっぱこの2日間のロケの、そうね。あの、タイヤド感が。タイヤド感がで、ちょっと出る、ね。ちょっと顔にね、うん、出ますよね。あ、まあでもね、昨日も割と、そうですね、11時ぐらいに寝ちゃってるから、うん、私は割とファインですよ。で、起きたのが5時ですからね。うん、で、ブラックファーストは6時35分ぐらいに行ったんですよ。早い。早いよ。何時頃だったの？僕はね、うん、ルーさん先帰ったじゃないですか。うん、ね、11時半ぐらいまでいたの。それでまだみんな飲んでたの？いやいや、一緒に帰りました。あ、本当、うん、取締役のね、野田さんと、ね。野田さんとね。なかなか、かっこいい人ですよね。うん、紳士な、ね。紳士な感じ。ジェントルマンが。うん、いや、でも今回もね、はい、いろいろやりましたね。やったね。あのね、今回ね、そんなにいいですよ、ね、うん、これが2枚、2日間の予定、特に昨日がすごい大変だな、ね、もう本当に、でもね、なんかね、今回、まあいつもそうなんだけど、テンション結構上がってたな、なんか、ね、うん、昨日でも朝から結構飛ばしてたから、うん、ちょっと最後のところきつかったですよ、ね、最後ね、ちょっとなめろのところきつかったんだけどね、なめろ美味しかったですけど、うん、まあね、僕もね、うん、もう最後の2件、うん、もうやっぱりそうでしょう、最後の1件は、うん、もう力振り絞ってやりました、あ、最後の1件もうだからちょっとテンションの上がった、僕ね、うん、悪いんだけど、はい、要するに、うん、最後の1件、あ、最後の2件目ね、うん、2件目のちょっとこう、ね、前振り取るじゃない、うん、はい、そうすると、なんだっけ、キヨちゃんぽん、キヨちゃんぽんが入ってくるっていう設定だったんだけど、うん、もうその時疲れてきちゃってさ、僕、あそこのところが一番 ね、疲れた、老人だなと思ったね。ちょっと待って、うん、ツッコミがちょっと厳しいかなと思う時ありますもんね、そうそう、疲れてて、あ、疲れてんだなと思って、うんうん、そうそう、もう、ルーさん、僕が取り繕うのは大変でした。そうそうそうまあ、ね、まあでも、それは使うか使わないか分かんないでもほら、キヨちゃんぽんの、うん、その前振りのネタ、ちゃんとね、うん、新しくね、うん、新しいネタとしてやりますか、多分今度はやると思いますけどね、うん、ね、はい、はい、ということで、あと、もう、うん、はい、いつも空港ついて、うん、ガチマ屋さん行ってましたけど、今回は ボルケーノさんですね。ボルケーノでね、スパゲティね、うん、サンスパ大村ってとこにあるんで、ね、グラタンの何スパね、あのボルケーノって名前で火山みたいなんですね、そうそうそう、グラタンパスタらしいんですよ、そう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 、でこう盛り上がってて、うん、あれ卵かな、入ってました、あのね、半熟卵がその上にあった、あ、そうそう、で君はステーキかなんか食べて、僕はパステーキ、うん、150g、 150g、 なんかあちらお肉屋さんが経営している、うん、美味しかったの、ステーキ屋さんだから、だから肉美味しかった、肉美味しいです、うん、うん、すごいね、でボルケーノもね、うん、あれインスタ映えしますよね、そう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 、ね、はい、特に女性が見ると喜ぶんじゃないかな、すごいね、ボルケーノ、あ、いいじゃん、はい、あ、うわ、いいかな、はい、どうぞ、うん、あそこ美味しいですよ、はい、あと昨日のお昼は久しぶりにジャズシティさん、うん、そうそうそうでね、桃園さんで、うん、なんかすごいテンション上がったらしいじゃない、うん、なんだっけ